皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。首相指名選挙が行われた1日の参院本会議で、自民党総裁の座を石破茂総裁、67と争った高市早苗前経済安保相、63と茂木敏光前幹事長、68に1票ずつが投じられた。写真、第102代首相に指名され拍手される中、 起立する自民党の石破茂総裁、尾辻秀久参院議長が参院、計242票の投票結果を読み上げた際、石破氏に143票、立憲民主党の野田佳彦代表に45票、日本維新の会の馬場伸幸代表に21票、国民民主党の玉木雄一郎代表に12票、共産党の田村智子委員長に11票が投じられた。 これに続いて、国民民主党の伊藤孝恵参院議員、参院会派、沖縄の風の伊波洋一参院議員、参政党の神谷宗平参院議員の名前が読み上げられた後、竹武智氏と茂木氏も含めて、それぞれに1票が投じられたことが報告された。石破氏が首相に指名された衆院本会議の首相指名選挙では、自民党議員で名前が読み上げられたのは石破氏だけだった。 今回の参院での結果に、インターネット上でも、参議院の主犯指名選挙で高市早苗さんに1票が入る WWWWW WW WW、キター、高市早苗君1票など話題になっている。参院の首相指名選挙でも石橋が首相に指名され、石橋は正式に第102大内閣総理大臣に選出された。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。